Spinner. Good morning, ケリーアンです。3月10日金曜日、世界で今起きていること。アメリカでは本日から音楽とテックの祭典サウスバイサウスウェストが開幕します。このポッドキャスト Daily Brief では、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。マレーシアでまた首相経験者が逮捕された。マレーシアの野党連合トップで元首相のムヒディン・ヤシンは、首相在任中、新型コロナで打撃を受けた建設業者を支援する政策をめぐり、業者側から所属政党に資金の還流を受けた疑いが持たれています。複数の州で選挙を控えており、野党側に打撃となりそうです。マレーシアでは政府系ファンドをめぐる別の汚職事件で、ナジブ元首相が逮捕・起訴されています。アメリカでは失業保険申請件数が大幅に増加した。アメリカの労働省によると、3月4日までの1週間の新規失業保険申請件数は、前週から2万1000件増えて21万1000件となり、市場予想を上回りました。ただ申請件数は前週まで7週連続で20万件を下回っており、労働市場は引き締まりを見せています。一方、アメリカで2月に発表された人員削減数は7万7770人で、前年同月の5倍となりました。企業にリベンジしようとする消費者も増えている。アメリカの消費者1000人を対象にした最新の調査によると、過去1年間に製品やサービスに問題がある経験をした人はおよそ 74% に上り、過去最多となりました。また対面やオンラインでしつこく責め立てる、公然と侮辱するなど、企業に対して報復行動を起こしたことがある人は2020年の 3% から3倍の 9% となりました。2003年から2017年の平均は 17% で、近年は減少傾向にあったものの増加に転じました。オランダは中国への半導体技術の輸出を禁止する。オランダ政府は最先端の半導体製造装置の輸出を規制する方針を明らかにしました。中国の先端半導体開発をめぐっては、アメリカがこれを阻止するために輸出規制を強化していますが、オランダもこの動きに協調した形です。半導体製造装置では、アメリカ企業のほかにオランダの ASML ホールディングと日本の東京エレクトロンが世界的な大手であることから、アメリカはかねてオランダと日本に協力を求めていました。世界で最も所得税が高い国はコートジボワール。独立調査法人ワールドポピュレーションレビュー WPR が発表したレポートによると、西アフリカのコートジボワール国民は世界で最も高い所得税を支払っているようです。その税率は 60% に及び、先進国と比べてもかなり高い水準です。レポートが対象としているのは世界150カ国以上ですが、所得税の高さで見るとフィンランドが 56.95%、 日本が 55.97%、 デンマークが 55.90% とコートジボワールに続いています。音楽と映画とスタートアップの祭典が開幕する。アメリカのテキサス州オースティンでは、本日10日から音楽、映像、テック関連のイベント、サウスバイサウスウェスト、通称サウスバイが開幕されます。パンデミックの影響で2020年の開催は中止となり、2021年はオンライン開催、昨年2022年はオンラインとリアルでのハイブリッド開催となったサウスバイですが、今年はリアルで様々なカンファレンスが予定されています。2050と題されたカンファレンスでは、議論されるトピックとして延命治療や量子物理学、合成生物学、ナノテクノロジー、人工知能、次世代農業などが挙げられています。今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は、 Daily Brief をぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでフォローしてくださいね。最後にスピナーから新しいコンテンツの配信開始のお知らせです。スピナーでは、街の声、専門家へのインタビュー、ニュースソース、
オリジナルの音楽で現代社会を映し出すドキュメンタリーポッドキャスト、レイジの配信を開始しています。レイジは毎週水曜更新です。エピソードへのリンクは概要欄からチェックしてください。ケリーアンでした。Have a nice weekend!